はい、それではファイナルファンタジー7リバースの続きやっていきたいと思います。はい、待ち構えてるエアリスさんと見晴らし台のデートからのスタートですね。どうしました？ああ、走るね、相変わらずなんか言ってから走ればいいのに、急に近づいたら走っていくのが不審でならんわ。ってか、この見晴らし塔の下のところ見えるかな？見えないか。下のところお客さんいっぱいいたのに、塔の上には人いないんや。なんで？なんか並ばないと整理券買えないぐらいのこと言ってたのに。ニットがある。はいはいはい。ああ、もう全然見せてくれ。こっち側に何があったかは何も教えてくれ。まあでも綺麗なね、街並みが、かっこいい街並みが見えますね。ちょっと今日もカミカミですけど。で、こう、そう、ああいうね、工場感みたいなね、でかいパイプが通ってるみたいな工場感がまた男心というかね、小三郎心をくすぐるんですよね、この世界。はいはい、ミッドガルの話ですか？何かありますか？ああ、ミッドガル見えてるね、ビル。あれ、神羅ビルよね、多分。ここから見ると、小さいね。距離があるからな。ザックスの話だと神羅ビル完全に倒壊してたんですけど、ね、これは、何もないんだ。何かあった？おお、鋭いとこつくね。ああ、まあ、昨日ティファから聞いてたしな。同じだったから。まあ、確かに。気まずい感じにさせたよね、絶対あの後。何か言ってたか。特には何も。ああ、まつげ長っ。わかる。まあ、わかるでしょ、そりゃ。絶対ギスギスした雰囲気でしょ。羨ましい。ああ。後頭部短い髪の毛とかね、ファファファってなってるのとかもちゃんと表現されてるんだ。お戦闘か。あの神羅のねヘリですね。あれは神羅の軍の方々が乗ってるヘリ、こんな感じでしたね。もうバレたの？もうみんなびっくりしてる。ちょっと街並みでプロポーズしてる人とかね、あの酒場の宝箱とか取り忘れてるんで、そこを見たかったのにな。レッドサーティンせっかく見張ってたのに。あ、なるほど、もうこの市街地で戦闘が起きる感じだ。酒場に行けるかな。おー、なんか通報とか入ったんかな。なんかこんな恐れられる。もうちょっとね、町の人にね、避難してくださいとかじゃないけどね、そういうのをするもんかと思ってたけど、そうじゃないので。てか、あれか、こっからバトルのチュートリアル、チュートリアルはもう終わったか。普通にまあストーリーか。うん。おそらく。いや、まあそうでしょう。アバランチを探せって言ってたしね。おう。まあそれ走るか。おう、指名手配犯とのことで。アイテムの取り忘れ気づいたのにな。悲しいな。取れないのか。じゃあまあ先に進むとしますか。おう。マジ？エアリスもこっから行ったね。階段、絶対階段使うでしょって思ってたのに、そんなアクティブな感じで動くんだ、エアリスも。あ、盛り上がってきましたね。それは何なんだ、下がれてなるわ。あ、てか宿のおっさんとか元神羅の人って言ってたし、それでもしかして通報したりしたのかな。宿屋の人。通報したかとか言ってすいません、もしかして。仲間は避難した。もしかしてアバランチの方？何？どういう人？戦おうなんて考えないでくれ。街が巻き込まれる。あくまで街のためにみたいな感じ。逃げよ。ブロードさん何者？ついてこい。はいはいはい、行きます。ちょっと待って、右側の自販機とか何これ。なんかおしゃれな自販機とかありますね。絶対今見てる場合じゃないっていう。てか宝箱だけ取りに行かせてくれませんか。ダメですかね。ダメっぽいな。異常なし。あ、バレてますよ。あ、裏路地いいっすね、いいっすね。不審者を見なかったか。僕ですか。私ですか。あ、すいません、ブロードさん。なんかあっちからリアクション返ってくるかなとか思ったんですけど、あ、カームこけし売ってた店長いなくなってる。お客さんがね、ほら、こけし買いたい感じなのに、残念だな。見つからないのかとかいろいろ言ってる。路地裏でもしっかり手回ってますね。お、バレてる。私は味方だ。本家に知り合いがいてね。やっぱアバランチの方だったんだ。似たようなものだ。おお、
いいな、なんか何があるかわからないっていうのがちょっとあの含みを持たせた感じでちょっとおしゃれ感ありますね。あれ増えてる、まあ、まだ買わないけどカード増えるんだ。へえ、ランクが上がったからかな。じゃあブロードさんの後追いかけますか。あっちダメみたいですよ。私が兵士の気を引こう。ほう、君たちは上の足場を渡れ。なんか元神羅って言ってたけど、でも今は反神羅側になってるんだ。エアリスめちゃくちゃ我先に行こうとしたな。はいはい、ここら辺ももうパルクールで行く感じですね。エアリスこんなとこ登れるの、マジ。おお、わざとらしい。何かあったんですかとか、ああ、もうこうやって話しかけるのが怪しいけど、すごいエアリスちゃんと来てる。家に帰れ。これ絶対足踏み外してとかありそう。だ、不審者見なかったか、今思い出しますからが一番怪しい。ブロードさんは不審者じゃないって分かるんだって言おうと思ったけど、あの人たちが追いかけてる人分かりやすいもんな。特徴が右腕がガトリングガンとか、背中にでっかい体験しょってるとか明らかだもんな。てかヘリにバレないのかね、こんな高いとこ歩いて。あそこにヘリとかおるけど、あいつ何してんだって絶対なるでしょあー、ブロードさんも走って行ってたね。あ、先回りして宿のとこに行ってくれてる感じかな。エアリスは？エアリス？あー、ついてきてる。あ、手振ってる。そんなあからさまに手振る？あ、ヘリ。影的にヘリが近くにいるけど、まあでも緊張感あるシーンですね。はいはい。ありがとうございます、ブロードさん。はい。了解です。酒場通らないかな。酒場通ったところの宝箱欲しいんだけどな。あれ、こんなとこ俺来たことないぞ。あ、裏口。あ、宿の裏口。あ、ここ歩きそびれてるな。花とかいっぱいあっていい雰囲気ですね。あー、ごめんなさいいろいろ見たかっただけなんです。はい、じゃあ中に入ります。みんな集まってる感じ。うん、てかこういう宿のところこそね、神羅兵来そうですけどね。泊まってるんじゃないのかみたいな。うん、下で待っている。下？町の外まで。今ならまだ待ち伏せはないはず。カームにはこんなエピソードなかったぞ。外に出たら、近くの農場に私の知人がいる。農場。頼るといい。もしかしてチョコボ牧場とか？それと、はい。これを。でっかいスマホだ。でかすぎるスマホだ。スマホなのか。クラフト端末。クラフト。共和国時代。共和国時代、何それ。アイテムクラフトができるようになる。錬金術みたいなのがあるんだ今回。良ければ使ってくれ。何でもめっちゃ優しいやん。共和国時代ってなんだろうな、この歴史知らないな。あ、聖児とか星の恵みとかよく言うな。バイオハザードで聖児は、ホワイト聖児はお世話になったな。あんたは大丈夫。確かにね。くってやっぱダメなんだ。この町も。ああ、神羅とはいろいろあって。ああ、神羅をよく思っていない感じなんですかね。正直、これが正しい道なのかは分からん。ああ、すごい葛藤だな。さっさと言ってくれ。まさに葛藤って感じの表情ですね。咳してる。なんかこの人も魔法関係とかでなんかあったりしたのかな。アイテムクラフト。おー、クラフトアイテム作れるんだ。熟練度とかある。なるほどね。このようにアイテムはショップで購入するだけでなく、クラフト素材からも作ることができます。クラフト素材はフィールドで採取したり、戦闘や宝箱からも入手できたりします。クラフトでしか作れないアイテムもある。あー、これはまたやることが増えるな。トロコンとかするんだったらクラフトのレシピ全部集めたとか来そうだな。めっちゃ辛そうじゃん。大丈夫？この街に、もう銃で撃たれたりしたんやない？はい。ああ、わかりました。じゃあカームから出るっていうところで一旦セーブさせてもろて、ちょっとデータを戻しました。というのも、バレットがいた酒場の近くにある宝箱を回収できていないので、それだけね、回収して、ストーリーを進めようかなと思っているので、取りに行きたいと思います。これ見てなかったな。何の踊りのやつなんだろう。カウント間違えないでね。みんな何の踊りしてんだろうな。クラウド戻ってくれないかな。で、後ろのあの人がめっちゃ気になるんだよな。あ、
あ、みんな見てる、ごめんなさい邪魔でしたか。練習風景っぽいけど、なんかそういう劇じゃないけどあったりするのかな。で、あなたは、1日前から待つのは早すぎた。はあ、あ、モテヨとモテコ、そういう本を見たのか。てか1日前にそのちゃんとしたでっかい花束買うのやめな、枯れちゃうよ。早すぎるっていうか、本でしょそりゃ1日前は。はい、これですね、この宝箱が取りたかったんですよ。これなーに、毒消し、まあ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 いるんでしょう。はい、戻ってきました。取り逃してた宝箱は毒消し2つでしたね。まあないよりかマシだろうというところでしっかりもらっておきます。でみんな待ってるね。なんか急に地下はね、それっぽいごつい施設って感じですね。お待たせ。よかった、無事だったんだ。ブロードさんのおかげで。ごめん。後ろにいたでしょ。なんでわざとごめん言うタイミングが遅かったの。うお、すごいこと言ってくるね。おお、そういうのはね、しばらくお預けだ。いいぞバレット、もっと言え。ティファぶん殴れ。エアリスちゃんと、あ、はい、すいませんすいません、大丈夫。いや可愛い、レッドサーティン可愛い、さすが幼い、根は素直な子供だからな。レッドサーティン、エアリスがね、ちょっと空気読まない感じの、まあ天然っぽいあざと可愛いキャラで今後も進行していくんでしょうね。やっぱそれよりもティファの方がいいな。行き止まり、お、行き止まり、こっちだ。おお、レッドサーティンいいね。え、パワー。本当に言うほどバレットの出番だったか。おーおーおお、その隙間バレット通れるんだ。バレットとティファがほぼ一体化してる。レッドサーティンは普通に通るのね。でもなんかアバラン、あー、ナイス宝箱。アバランチの活動してたらこういうとことかね、こういう細い路地通って逃げるとかもザラにしてきただろうから、逆にこれにしっかりついてくるエアリスがすごいんだろうな。オリジナル版ではこんなカームの街で人騒動みたいなのはなかったけどな。なんかカームの街は結構落ち着いた、まあ青を基調とした街っていう雰囲気のイメージがありましたけどね。お待たせ、どうしたん、行こうや。俺がアキルの街。おー、レッドサティン怖いな。じゃあ行きますよ、オープン。おー、なんか物語の始まりって感じですね。こっからがスタートですよって感じの、ほんと扉を開ける幕開けみたいな印象ですね。これいいですね、新しい世界に扉が開きましたよ、ようこそファイナルファンタジー7リバースへみたいな。おお、綺麗、グラスランドエリア。おお、生きてるんだ、なんか深いな、星って生きてるんだみたいな。で昔ね、あの FF7 オリジナルでもジュノンエリアみたいな、何々エリアみたいな土地の地方かな、地方の名前があったりしましたね。そう思った。おお、それに私なんかよりずっと強そう、なんか強そうとか生きてるっていう感じ方が特殊だな。人々は崩壊の予兆に気づかない。おお、まあこの子もね、星を守る戦士というかね、教えてね。あのレッドサーティンの種族もまた特別な種族っぽい感じがするので、エアリスとレッドサーティンはちょっとね、あの他の人と見えてるものが違いそう。お、バレットのやり方は、とりあえず歩き寄せ。あ、いいね、指さしてこっちだみたいな。そっちで合ってるのかもわかんないけど、お、ヘリの音、あーって。恐れてるのがいいね、やべえなみたいな。これ見つかってないのまだ、カームにはしばらく戻れないよね。いい街だったのにね。カードゲームやってきてよかった。美白、2人とも端正な顔立ちだな。うん、あ、いいね。てかなんかこんな、なんかなんだろうな、 FF10 でいう月光虫が飛んでるじゃないけど、なんかこれが本当の始まり。そうですね、まさに、うん、どんな物語になるのかな、行き着く先がどうなるのか気になりますけど、始まりですね。何よろしくね。いいじゃん、仲良くしてよ。あ、ベッド取り合ったライバル同士だから。テンション高いね。いや意外と2人はいいコンビになりそうですけどね。
あ、パーティーメンバーを選ぼう。お、エクストラ、ブロードの知人。でもまあメインっていうかブロードの知人に会うところからですもんね。これみんなに話しかけられたりしないの？するわけじゃないんだ。じゃあパーティーメンバーは一旦クラウドレッドサーティンティファで行こうと思います。今作で一緒にバトルしたメンバーが好感度上がるかどうかは分かんないんですけど、ティファの好感度を上げておきたいなっていうのと、新顔のねレッドサーティンくんの実力を見たいなっていうのでこんな感じにしてます。でなんかいろいろやっぱフィールドアイテム取れるみたいですね。マジョラムとかね、クラフト素材、ちょっとこういうのもしっかり冒険して取っていきますか。これちなみに自分かなり探索しながら行こうかなって思っているので、めっちゃ長い時間かかりそうですね仕方ないよねこういうゲームって。探索したくなるよね、素材とか全部集めたいよね。みんなわかるよねこの気持ち。取り逃しちゃったら悔しいもんねあれは初エンカウントモンスターですね。バトルしに行きますか。お願いします。君だれ。オーク、草原地帯に生息する獣人、短気な性格で非常に好戦的。ほう、原始的な武器を持ち、遊びやコミュニケーションの一種として同族で争うことも多い。弱点属性の攻撃でヒートにできる。で炎が弱点。なるほど、なんかいろいろ盗めますね。レッドサーティン使ってみますか。鋭い爪や牙で戦えます。四角を繰り出し長押しすると範囲攻撃。ほう、ガードに成功するとリベンジゲージが溜まっていき、そのゲージを利用してリベンジモードに変化し攻撃が強力になり素早い回避ができるようになる。へえ、じゃあガードをうまいこと使ってねっていう感じなわけだ。これ今やっときたいのが盗んどこ、殺す前に、ああ殺しちゃった。ああでも盗めた。今何から盗んだんだろう。クラウド君、あーティファの戦い方、はい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 、クラウド、ああ見破る前にみんなが敵を殺しちゃうなちゃんとね見破っていって、あのエネミーレポートを集めていきたいんですけどね。マンドラゴラの説明知りたかったな。でこれバトルする時なんですけど、どっかの説明でね、あ、鹿、鹿、動物、おー、クラウドわかるんだ。うん、どうして、あ、へぇ、あ、ソルジャーじゃなくてね、はいはいはい、おモンスターには理由がない。モンスターを見境なしに来るんだ。うん、危険な匂いは、危険な匂い、それはレッドサーティンしか、トレジャースポット、了解です。こういうこと、宝探し、ああいう建物の中にあるかと思いきやこの範囲のどっかにあるっていうことだから、こういう場所関係ないところにもあるんだ。場所関係ないというかね、明らかな、何この風車ですよじゃないけどね、水車ですよじゃないところにもあるんだな。難しいな宝探し。あった、どちらも上の方にないんかい。上にあるかと思って登っちゃってたわ。脱穀場の排水車。みんな来るんだ。レッドサーティン必死に泳いでる。あーすごい。みんな泳ぐモーションあるんだ。バレットとかね泳いだら、右腕がダメになっちゃいそうだけど来てくれるんだ。へー、エアリスも泳いでる。あ、すごいな。クラウドが行くところにみんな来てくれるもんだな。ほら、なんかほんとどこにでも宝箱スポットあるんだな。これマジで走り回らないとダメそうだぞ。難しいね。レッドサーティーン、ティファはわかるけどレッドサーティーンすごいね君、人間みたいに来るんだ。バレットも片腕でようやるな。面白いね。出た、モーグリメダル。今木箱倒したらというか壊したら出てきたんですけど、あのモーグリメダルで何かいつかアイテムを引き換えできるようになるってことですね。見えにくいところに1個あるんだな。よし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 、これこんな感じでマップ埋めていくのもなんか楽しい作業になりそうですね。カードショップだって。ああ開いてない。ここカードショップらしいんで、本当はここでバトルとかもできるんだろうな。またいつか訪ねに来よう。音のオリジナル版ではね、こういうワールドマップみたいなところ一応あったんですけど、こんなね細かく自然が描写されるってよりも、すごい飛んだなクラウド。
描写されるっていうよりも、なんかあの広い世界、本当広い簡易的なワールドをクラウドがね歩き回るみたいな感じだったんでね、しっかり荒野を冒険するみたいな感じじゃなかったんですね。それが今できるのがすごい嬉しいな。カームファング、草原地帯に生息する獣、群れを形成し集団で狩りを行う野生動物だけでなく家畜や人間を襲うこともある。ほう、弱点属性で攻撃するかスピンクロー、ガード、ネックバイトを回避するとヒート状態にできる。へえ、なるほど。あ、これだ。あー、ガードした。連携アクションね。はいはいはい、ガードしてる時のやつね。じゃあやりますか。やったのか。すごい近代的なものがある。このピカピカ鳴ってるのとかね、めちゃくちゃ押したくなるんですけどね。いや、鳥さんめっちゃ刺さっとる。消えた。このピカって鳴ってるのめっちゃ押したいんだけど押せないんだ。アイアイみたいな。野生動物との出会いみたいなね。まあクラウド全然この動物見てないんですけど、このゲームはあれですね、目的地の地点にもう一直線に行くもよし、自分みたいにねこうやっていろんなところをねとりあえず走り回って冒険してみるもよしみたいな感じになってるんですね。逆に言うと、もしかしたらこの冒険しないと本当にね手に入らないものとかね、まあアイテムとか装備とかがあるのかもしれないですね。星の恵みって何なんだろうな。すごい、めっちゃ幻想的。あれ自然のマテリアなんですかね、あれもまた。でめっちゃここ素材いっぱいある。こういうポイントもあるんだ。根こそぎいただきます。なんかこことかね、この湖とかすごい真っ向が溶け込んでそうな湖というか水ですね。すごい綺麗。みんな写真撮ろうよ。みんなで楽しい冒険をしている絵です。みんなの距離感がすんごい。わー、なんか大きいサイみたいなやついるな。絶対これはモンスターでしょう。エレファダンク。あー、全然攻撃が効かないや。クラウド君は困った感じになっちゃってる。あー、これやっぱ強げな敵も出てくる感じですね。見破らせて。エレファダンク、草原地帯に生息する草食動物。普段は温厚だが怒らせると凶暴化し手がつけられなくなる。喧嘩売ったのが悪いってこと？弱点属性でヒート状態にできる。正面にバリアを張っているときは背後から強力なアビリティ攻撃が当てるとヒート状態にできる。ほー、バリアを張るとかあるんだ。あ、これ今バリア張ってんな。まあなんとかなりましたね。強そうな見た目だけど一応全然勝てる感じなんだな。マップ的にはこっちカームの町とかの方なんで途中で行き止まりになりそうですね。まだ神羅が嫌。ああ、そうなるんだ。しばらくは戻らない。はい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 。私たちのことをカームの方は行けないよっていうムービーになるわけだ。かけちゃったね。ああ、すいません。あ、これ今写真チャンス。どうあがいても皆さん距離感ある感じなんですね。ここら辺もトレジャーポイントっぽいのでは。何があったんだろうな。なんかかなり大きい教会とか学校とかそんなんがあったんじゃないかみたいな建物ですね。なんか村とか町だったんだろうな、ここ昔。ほんで全然トレジャーポイントじゃないっていうね。何も始まらん。わあ、こっちはだいぶ荒廃とした景色になってきましたね。なんか自然豊かっていうよりもちょっと暗い雰囲気の感じになってきましたね。あ、音楽もなんかちょっと静かな感じになっちゃって、なんか沼地っぽいところなのかな。まあ、沼地といえばミッドガルオズムっていう大きなヘビがいる場所があるんですけれども、そことかにねいつ行けるんだろうな。オズムだったっけかな。あ、湿地帯はチョコボがいないと渡れません。まさにチョコボが必要なんだ。へえ、じゃあここら辺はまた後で来る場所ってことなんだな。そして特別なイベントとかガンガン起こりそうな雰囲気ですね。お、湿地帯前船着き場。ここもトレジャーポイントか。普通の家っぽいっすけど。お、神羅はいねえな。まあさすがにこんなとこにはいないよね。お、共和国時代の共和国。ああ、なんかちょいちょい話に出る共和国って何なんだろうな。うん、船ミスリルマイン。あったな。そう、ジュノンエリアとかさっき言った場所ですね。土地の名前だ。うん、なるほどね。あ、だからチョコボが必要って話が出るの。お、後ろにチョコボランチ、ランチ、
チョコモなんたらって書いてあった気がする。おお、いいねバレット。似合ってしてる。あ、これこれミノガレズオルムだ。そう、でかいヘビ。おお、詳しい看板が出てるんだ。なんか船そのために潰したんじゃないか説あるな。あー、そう、このグリーン牧場懐かしいな。このグリーン牧場で本当はチョコバンドモーグリっていうマテリアが手に入ったりするんですよね。あ、チョコボ見たいんだ。二人ともチョコボ好きなんだ。乗るよそりゃ。後々はチョコボを配合させてどんな場所でも行けるようになる最強の海チョコボを作らないといけないですしね。まあオリジナル版ではって話なんですけど、チョコボにもいろいろ特徴があって、その特徴を掛け合わせていって、湿地帯とかね、川とか海とか山とかをね登れるチョコボを作るっていうのがあったんですけど、こんなところでシルキーセイバーが手に入るとは。おー、かっこいいなシルキーセイバー。シルキーセイバーかっこいいなって感じなんですけど、バスターソードのこのアビリティ、こういうアビリティをねゲットできたら次の武器をつけようかなと思います。はい、この場所の音楽そんな聞いたことないけどいいな。でちなみにミッドガルズ オルムなんだっけ名前もう忘れちゃったけど、大きいヘビね。大きいヘビはオリジナル版ではねセフィロスに惨殺されるみたいなシーンが描かれたりするんですけど、まあ惨殺されてもその後ね元気に出てくるんで、どちらにせよチョコボは必要なんですけどね。今回はそういうシーンどう描かれるんだろうな。接近戦メンバー1人と、まあ、レッドサーティーンと、あと本当だったらねエアリスとか魔法を使うキャラがいたらかなりバランスが良さげな雰囲気はありますね。おお、ここもいっぱい素材あるところだ。あ、ちょいちょいこの青い結晶体みたいなやつがあるところはもう素材たくさん取れますよ、ご褒美エリアなんだな。ありがたいですね。できっと魔鋼がいっぱいね溜まってる場所なんだな。ちょいちょいこうやってある電波塔みたいなやつ何なんですかね。これはこれで多分サブミッション的なやつで来なきゃいけなくなるんだろうな、きっと。クラウドの武器を変えてみましたが、なんとなくですけどやっぱりマスターソードの方がかっこいいですね似合わない、似合わないって言ったらあれだけど、いつもの武器って感じがしないな。おお、なんだこれ、渋い建物がありますね。建物ってか機械がいっぱい落ちてるだけ、もう使われなくなった廃材みたいなやつですかね。こんなもあるんだ。うわー、すげえなー、なんか綺麗だなー。ここはどこだ、端っこだなー本来の目的地からだいぶ遠いところに来てんな。まあまあ楽しいからいいんですけど。あれはなんだ、何屋さんだ。あ、何屋さんっていうか回復場所だ。こんな感じで回復場所置かれてるんだ。これありがたい。チョコボストップ古びた休憩用ベンチ。てかなんか右上のところなんだ、なんか可愛いちっちゃいチョコボいるけどあいつと出会ってないぞ、まあ、とりあえず座布団ね。はい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 、座布団、まあ、5個持ってるし1個ぐらい、じゃあいやいいや、もうちょい死にそうになったら休みに来ますね。そしたらうちはスパルタでやらせてもらってるんで。おお、ここはなんだ、お、風車丘、緑風の風車丘、トレジャースポットだ。めちゃくちゃ気になるキノコがある。これモーグリがいるキノコじゃない。ああ、そうだ、モーグリの、うわ、モーグリハウスだ。これオリジナル版の FF7 ではねゴールドソーサーにあるミニゲームというかね、ゲームセンターでねモーグリを育てるみたいなゲームがあったんですよ。モーグリにお菓子というかねどんぐりみたいなのをあげて、空を飛べるようにしてつがいにさせるみたいな育成ゲームがあったりしてね、その時にねこのモーグリハウスが出てきたんですけど、今回まさか本物に出会えるなんて。あ、特に会えるわけじゃないんだ。会いたかったなー。あー、かわいい。これいつかあそこの扉開く可能性あるな。うわ、楽しみ。なんやここ、絶対に今来るべき時じゃなさそうなとこに来ちゃいましたね。なんか召喚獣とかがあったりすんのかな。なにこれ、なにこれ、なんも教えてくれん。今じゃないやつや今じゃないやつなんやこれ。悔しいな、何が封印されとるんやろって感じやけど。休憩所がありますように。うわ、絶対中入れんやんこれなんで、お、入れるやん。あざすあざす、こっからは入れないけど的なパターンのやつね。入れないけど、なんかケケケケケって笑い声すんな。
おお、猿か。おしゃれ。何これ、映えスポットってこと？映えスポットのために来たってこと我々。もうただの観光や。はい、じゃあ今日も京都でワールドマップを開放していきたいと思います。今こんな感じですね。端っこの方をね、どこだっけ、ここら辺か、カームのここら辺からスタートして、こう行ってここ見て、こうぐるっと回って、ちょっとこのキノコ見に行って、また上にこっち側来てって感じでしたね。ここね、なんか意味ありげな建物なんもなかったんですけどね。まあそんなこともあるのか。あー、であとここだな、ここになんか祠みたいなのがありましたね。いつか行けたらいいなと思ってます。で、多分本当の目的地はここです。まだまだ行かないですけどね。じゃあ行きます。クラウド、これ海って、あ、クラウド海泳げる、マジ海泳げるの。じゃあなんかここの島行けるってこと、てかみんな泳いでくるんや。あ、急いで泳ぐにしたらエアリスだけ本気クロールするのね。他のみんなは基本平泳ぎだけど、泳げるのでこの島に来てみたんですけど、なんかいろいろ、すごいいろいろありますね。ラッキー、星の恵みばっかだ。めっちゃここ星に恵まれてる。で、これなーに、ジャストガード強化、いいね。これ泳げるはちょっと話、あ、これ以上は泳いで進めませんとか出るんだ。ああ、ありがたいありがたい、よかったよかった。どこまででも行けちゃうんだって話になっちゃいますからね。永遠ともうモンスターとかとも戦うことなく、パーティーメンバー一行がひたすら新しい大地を求めて泳がなくちゃいけないところだった。向かいにある島とか行きたいもんね、だって。マップのこっち側も泳いで進めませんっていう表示が出ました。よかったです。このまま行けたらどうしようかと思いましたよ。お、バス停だ。1回ぐらい休憩しますか。これ壊れたベンチ、あ、壊れてない、あ、壊れてるよね。1回ぐらい休憩してみますか。どんな感じなんだろう。お、クラウドが携帯座布団を広げて普通に座る。いや、これ壊れてないでしょ、ベンチ。壊れてるか壊れてないか全然関係ないやん。え、てか、あ、いつかここも、いやいや、態度悪いな、クラウド。停留所のマークに足をかけるなって。でもいつかここもなんか再び使えるようになりそうだな。お、トレジャーポイント、名もなき兵士たちの輪立ちに来ましたね。ここら辺みたいです。はい、全体から見たらね。うん、ああ、でもかなり古いな。うん、こういう会話あるんだ。共和国、ちょっとこの共和国とドンパチしたみたいな、そこら辺のね、結構なんか個人的には国っていう概念がねあんまりないんで、そこら辺の解説じゃないけど、あ、進んでいくうちにというかね、冒険していくうちに分かるんだろうな。ちょっと楽しみですね。お、出た、綺麗な素材ポイント、いろんなところにあるな。なんかここですね、まあ、一応色が変わってんのか。はい、素材ポイント、綺麗な湖です。ここが多分現時点で来れる場所で一番標高が高そうなとこですね。こんなとこにいますね。はい、まだもうちょっと白いのあるな。うん、ここなんか、ここも牧場っぽい建物がありますね。あ、人とかいんのかな、牛とか育ててるし。あ、こんなモンスターがはびこってる場所にも町じゃないとこに人っているの。わ、人いる人いる、マジか。話しかけたりできないの。あ、こんにちは。特に話せたりはしなさそうだし、建物にも入れない、牛も切れない。ビーフとか出ないかなと思ったんですけど。オリバー農場、うーん、あ、やべ、ここ目撃の場所じゃん。ちょっと待って待って待って、まだマップ埋まってないって。うん、風車村、はい、この先っちょ風車村というところらしいですね。ここは特にストーリーが進むわけじゃなさそうなんで、いろいろ見て回ってみますか。あ、人がいる。あ、喋れる喋れる、喋ってみよう喋ってみよう。何してる人ですか、こんにちは。うん、なんとか動かせないものか。ミルドさん、何をですか。共和国の風車だ、美しいだろ。これがですか、この、あ、上の大きいやつが、大きいな、大きいな、でけえな。共和国もなんか神羅とは違うけれども、神羅は魔法を利用してね、いろいろやってる感じですけど、でもこっちもこっちはこっちでちゃんといろんな技術がありそうだったんですね。で、
ああ、まあなんとか動かせないものかしか言わないのね。風車大きいっすね。なんか風車村ってわざわざついてて、ここのね場所に名前がついてて、さっきのミルドさんみたいな人がなんとか風車動かせないものかしらって言うってことはなんかあるんやろうな。この風車がね動くようになって壮大な、より景色が良くなるとかねまあクラウドたちにとって何かのお助けになる可能性がありますね。なんか見てみましたけど、パッと見風車を動かそうみたいな何かが始まるわけではなかったですね。でもわざわざなんかこういうね風車村ってつくぐらいなんで、なんかありそうな気がするんですけどね。またいつか別の機会でサブミッションみたいなのが始まるんだろうなと思って、今はそのまんまにしておきます。はい、やっとブロードさんの知人のところにたどり着きました。エクストラミッションのやつですね。はい、ストーリーでいうところのね、このグリーン牧場っていうところに今はメインミッションで行かなきゃいけないんですけれども、そうじゃなくてエクストラって書いてある左下のね、ブロードの知人っていうところに来てるんですけれどもね、カームの街を出てブロードさんにね、知り合いのところに行けって言われてからめっちゃ時間経っちゃいましたけどね。で、やってたことといえば、このマップをほぼほぼ今行けそうなところをね、だいたい解放したみたいなところですね。で、こっち側からね、この湿地を抜けていくときにチョコボが必要だっていうところで、ここのね、グリーン牧場ってところに行かなきゃいけないんですけど、ちょっとここら辺だけマップ空いてないのはね、ストーリーが進みそうだったんで行かなかったんですけれども。で、まあ他の部分をね、あらかたもう巡りに巡って、はい、ブロードさんの知人に会いに来たっていうところですね。そんでまあおかげさまでレベルがもう18ぐらいになりつつ、みんなね、武器のアビリティとかをねマスターしたみたいなね結構ね、まあ18ぐらいなんで、そんな育ったがむしゃらに育ったわけじゃないとは思うんですけど、まあまあまあ道すがら敵をバッタバッタとなぎ倒しながら来ましたっていうところですね。じゃあようやくブロードさんの知人に、頭の上にね、丸いというか丸のマークがついてる人ですね、あの方に話を伺ってみたいと思います。ブロードさんの知人さんですよね。知人さん、ブロードさんのお知り合いの方とのことで、こんにちは。最近モンスターが増えてるんだ、はい、あんたらも気をつけるんだな。うん、気をつけます。最近モンスターが増えてるだけ、あんたらも気をつけるんだ。これで終わり、エクストラチェックでここでなんか始まるわけじゃないんだ。へえ、なんかサブミッションとかないのかな。はい、ここはどこですか。グリーン牧場ですね。グリーン牧場にやってきました